はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ今回はね、こちら傘を紹介したいと思います。ただの傘じゃないよ。丈夫な八本骨台風撥水の傘になります。もうまもなく今日は5月21日なんだけども、もうちょっとしたら梅雨時期に入るよね。毎日雨が降るからね、やっぱ傘は必需品です。で、夏が来て過ぎると台風シーズンね、カーって持ってかれちゃうね、降りちゃったーとか、まあそれを何回繰り返すんだろう、丈夫な傘一本持っておくとものすごい便利です。はい、見ていきましょう。今回ね、この折りたたみの傘なんだけども、ネイビーとブラックと2種類ありますね。大きな傘です。超撥水自動開閉折りたたみ傘ということなんで、自動で開けることもできるし閉じることもできる傘になります。メンズ向けに大きいサイズの折りたたみ傘ということで、これね、かなり大きいです。はい、開くと108センチあります、外側ね。で、内側はどこに書いてある、内側はね、内径直径98センチあります、ね、だから1メーターぐらいあるので、本当もう傘を差して、こう肩が濡れちゃうっていう、まあそういう心配もない、ゆったりとした傘になります。そして、日傘としても使うことができます。UPF 紫外線のこれだと50プラスなんだね。UV カット率は 99% です。ね、まあ、日傘として使えて、雨傘としても使うことができますよ。で、超撥水なので、パンって一振りすると、もうあのみんな水滴が飛んでいっちゃう、とても便利な傘です。ワンタッチなので、まあ、あのポチでバンと開いてポチでボンってなるんだね。まあ、これは実際に皆さんにお見せしたいと思います。まあ、サイズは、ね、今言ったように外が106センチ、ね、で縦が開いた状態で56センチ、ね、内径は98センチで、畳んだ状態は幅が5センチの縦は28センチ、バッグの中に楽々収まります。車の中にね、1個入れておいてもいいよね。はい、まあ、ワンタッチの傘で丈夫な傘骨、ね、しっかりとしてる。これがね、これです。壊れにくい、錆びにくい、変形しにくい、ね。はい、じゃあ実際に開封しましょう。はい、それじゃあね、この傘を実際に使ってみたいと思います。はい、でちゃんと収納のこれケースがあって、まあ、これ今取り出しやすいかな、これね。で収納もしやすい、ちゃんと畳めばね。はい、こんな感じで取っ手のカバーを取って、はい、まあ傘そんな珍しいもんじゃないからね、ここをパチンと取って、ここのボタンを、ボタン見える？ボタン見える？ボタン見えにくいね、ボタンね、ボタン押します。さあ開くよ、せーの、うわー、開いたね。はい、こんな感じ。おー、すげー余裕があるね、もう全然当たらない。これあれかな、お風呂場入るかな、ちょっと撥水状態見たいよね、これね。で内側ね、ちょっとこうカメラをね手前に持っていくけども、はい、まあ丈夫な骨、これね、ここが売り文句なんで、これね、8本の骨、これね、変形しにくいと、どこ、ここ、変形しにくいけど、形があれだね、一個飛びで違うのかな。あ、そうだね、なんか、形が、ここはなんかこう、あれで一本しなってる、こういうあれかな、こういう形なのかな、
ここはそんなにしなってない。ここはピーンと張っている。軽いしなり、軽いしなり、軽いしなり。まあほとんど丸すぐというか軽いしなり。ね、8本。ここがすげえ大きくしなってんだけど、これなんだろうね。なんでこんなに大きくしなってんの？あ、これはね、女性だと、か弱い女性だと、ちょっと無理だね。いや、男性向きだね。ちょっと待てよ。いいよ。ね。結構力いります。ね。ポン。ね。さあ、さっきのやつが戻ったかな。多分開き方だと思ったんで、ね。うん、これでもやっぱここ曲がってんな。どうなんだろうね、ここと、ここ、かなり違う、ここが違うよね、ここね。ここがこう、ピーンとなってるけど、ここ曲がってるよね、ここね。見える、これ。ちょっと見えないよね、皆さんね。これね、ここ一個だけ、ここがね、こう曲がって、これなんか、こう引っ張られてるような、これちゃんとこうなってるんだけど、これこう引っ張られて、引っ張られてるから、ここもだから引っ張られてグーって、こう盛り上がってるような、こういう品質なのかな？ B 品？曲がりにくいって書いてあったけど、届いた瞬間から、骨が一本曲がってるって、おじい何もしてないからね。おじいはちゃんと開封したそのまんまでお見せしてるので、他のチャンネルみたいにこうトリックないからね。おじいのチャンネルは。このチャンネルはありのままなんで、ほんとね。で、使い終わったら、こうしてピンとやって、これは綺麗に収納しなくても、こうして簡単にね、戻すことができます。はい。これは入れやすい。うん。ね。はい。まあ比較的簡単に入れられるんじゃないかなと思います。ただ本当、B 品専門店でない限り、到着した時に骨が一本、この、曲がりにくいって書いてあるのに、これね、ちょっとカメラ変えてみようか。はい。ここなんだよね。おじいが気にしてるのはね。他のところは、これもまあ、ちょっとこうなってる、今なってるけど、なんかちょっと違うよね、みたいな。ほら、雰囲気がなんか違うよね。こういうもんなのかな。なんか、すげえ違和感あるんだけど、なんか見てて美しくないというか、なんかね、長さが違うのかな。そういうわけだよね。なんか、ここはでも、屈折してるのは、仕様だと思うんで、ここはね、傘を上げる。ここはだから、みんな均一じゃないっていう。ここがどうしてもね、ちょっと気になるんだよね。こう。これちょっと硬いな。よいしょ。ちょっとテンション下がったけど。
なんかね、なんか、なんか気になるな、このクオリティは。うん、傘、今まで何本か紹介してきたけど、なんかちょっと油も敷いてるけど、ああこれはこれ敷いてるところか。まあじゃあ発信行こうか。はい、ということでね、今から発信のテストをしたいと思います。発信のテストね、あれ勝手にズームになっちゃった。楽天ハンド大丈夫ね。はい、じゃあ発信テストいきまーす。十分にね、お水かけたと思います。そしたら、一振りで、ね、はい、このように、水滴がね、ほとんどぶっ飛びました。で、内側を見てみましょう。ね、はい、まあ、内側にお水が来てたら大変なことだけど、ね、はい、このように、綺麗です。ね、はい。まあ、丈夫な傘です。ね。まあ、折りにくい、曲がりにくい、ということでね。曲がりにくい傘です。はい。曲がりにくい傘です。ね。はい。じゃあ、お値段の方を行きましょう。はい。いかがでしょうか。ね。こういう傘1個欲しいでしょう。お値段行きましょう。つまり、せーの、ドキューン。はい、お値段の方はもうズバリですね、どちらの色を選んでも2980円、で700円オフのクーポンがあるので、ここをチェックして注文すると2280円になります。おー、税込み送料込みね、お安いねと思った方はこの動画の説明欄に Amazon のリンクを貼っておきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。はい、それではね、最後におまけ動画で、耐久性ね、まあ、こういうのって風が吹いた時に折れるんじゃなくて、あの曲がって風を逃がしてくれますね、傘紹介する時にいつもやってるやつね、最後に残しておきます。全力で強風のつもりで、やりました。まあ、この通り傘は丈夫です、ね。傘自体はすごい丈夫です。めちゃめちゃ丈夫です、ね。これなら台風が来ても確かに丈夫だね。丈夫です。はい、おまけ動画でした。